こんにちはアラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香です youtube インタビュー企画の第4弾が始まります第4弾ではアラフォー独身女性の悩みの解決の仕方をメンタルコーチの先生にインタビューしてきましたそれではお聞きくださいそしたら今日は、えー、アラフォー独身女性の方が、まあ、人生でいっぱい悩みを抱えていると思うんだけど僕がカウンセラーをしてて、はい やっぱりもちろんその時その時にねその人を楽にしてあげるとかそういうことは心がけるんやけどまあ20年以上続けてきてやっぱり僕自身が一番思うのは結局そのまあ人間関係の悩みが多いんだけどもうこの人と縁を 切ればいいのになとか、うん、この職場辞めればいいのにな、うん、まあそれも人間関係だよね。はいはい、思ってもやっぱりお金がね、うん、どうしてもないんよね。うん、うん、やっぱりみんな今は生きていくためにその仕事をしてるんで、え、うん、特にある方独身の女性の方はね。うんはい やっぱりやっとここまで来たっていう,う職場でね職場の中でうんまあものすごいこう、まあ、若い時はね普通の人たちと一緒にしててはいパート1はここまでですアラフォーにもなるとね今まですごく悩んできたことも多いと思うし今も悩んでいいるることとがあると思います悩みの内容って、まあなたもそうだと思うんですけど私も 人間関係の悩みがほとんんどなななじゃいいかなって思いますとこれまでもねブログにいろいろ書いてるんですけど親子関係家族関係で悩んだりそれ以外でも友達関係とか恋人関係ですごく悩んできました。 昔から不思議だったんですけどどうしてこう人とのコミュニケーションが苦手なのかなとかこう人間関係を築くのが苦手なのかなってずっと悩んできてそれをメンタルコーチの先生にカウンンセリングで聞いたことがあります。内容についてはブログにも書いたことがあってその URL を概要欄に貼っておくので是非そちらも読んでください。 もしかしたらね私みたいにわすごくコミュニケーション苦手だなって思う人がいるかもしれないので読んでみて私の人間関係がうまくいかない原因は小さい頃からしていた何気ない日常生活の中にあったんです。 私のブログにはこれまでの悩みとかどうやってそれをクリアしていったのかということも書いてあるのでブログの方も是非読んでくださいそしてこの今回のインタビュー企画でどうすればその悩みを解決できるかっていうのを先生が話してくれているので是非最後まで聞いてください今回はこれで終わりますアラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香でした